DNA からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた今永翔太投手がカブスと4年契約を結んだ。総額は5300万ドル、約76億7000万円で、カブスが2025年か2026年のシーズン終了後にオプションを行使すれば、35歳シーズンの2028年までの5年8000万ドル、約115億8000万円となる。 今オフは日本選手の大型契約が相次いだ。今への昨期年俸は推定1億4000万円。今期からは年平均1325万ドル、約19億2000万円でプレイすることになり、約13倍となった。さらにオプションが行使されれば、1600万ドル、約23億1700万円で約17倍となる。今オフ、 NPB からメジャーへ移籍した日本選手は今への他に3人。オリックスからポスティングシステムを利用してドジャースに移籍した山本義信投手は、二刀流の大谷翔平投手を除けば、投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル、約470億円で契約を結んだ。昨期年報は推定6億5000万円。山本の契約はバックロード式で、 年俸は契約後半になるにつれて上がっていくが、年平均約2700万ドル、約39億円となり、昨期から約6倍となった。他にも楽天から海外 FA 権を行使した松井祐樹投手は5年総額2800万ドル、約40億5000万円でパドレスと契約。昨期年俸は推定2億5000万円で年、ね、平均で見ると、約3.2倍となった。 日本ハムからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた上沢直行投手はレーズとマイナー契約となったが、メジャー昇格すれば最大で総額350万ドル、約5億1000万円となる。今オフ、自身初の FA となった大谷はドジャースと北米プロスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル、約1014億円の契約を結んだ。 他の日本選手もメジャー移籍で年俸が大幅アップ。アメリカンドリームを夢見てメジャー移籍を目指す選手が増えるのも必然かもしれない。